相沢冬樹は日本のジャーナリスト。かつては日本放送協会で記者大阪日日新聞で論説委員を務めていた。宮崎県の出身でラサール高等学校を経て東京大学法学部へ進学。大学卒業後の1987年に日本放送協会へ記者職で入局すると山口放送局、神戸放送局、 東京報道局の社会部で記者、徳島放送局でニュースデスク、大阪放送局で大阪府警察記者クラブのキャップ、NHKBS ニュースで制作担当を歴任した。2012年に NHK 大阪放送局へ再び赴任すると2016年から大阪司法記者クラブのキャップとして森友学園問題を取材。しかし、 2018年5月に交差部への移動を命じられたため、同年8月31日付で NHK を退職した。2018年9月に新日本海新聞社へ入社。同社が運営する大阪日日新聞で、論説委員、記者を務める傍ら、森友学園問題に関するルポルタージュを相次いで発表したほか、2021年7月から個人の立場で、 前沢冬樹のリアル連れ連れグサを発行している。2021年7月31日付で新日本海新聞社を退社したことを機にフリージャーナリストへ転身。ありがとうございます。